テレビが映したスポーツ60年は NHKBS1 で2013年に6回シリーズで放送されるスポーツドキュメンタリー番組である。原則として毎月1回放送される。NHK がテレビ放送を開始して2013年で60周年になるのにあたり、テレビが映し出したスポーツの名勝負、感動の名場面を フィルム VTR のライブラリーをふんだんに織り込んで描いていく。力道山と東京五輪、テレビ連明駅のアイドルであった、プロレスラーの力道山とそのライバルたちの名勝負、そして1964年東京オリンピックのテレビ中継の舞台裏、巨人、大砲、卵焼き1950年代後半から70年代、前半のテレビを彩った大相撲とプロ野球。 特に巨人軍黄金時代を支えた、長島茂雄、を、大沢春と、大相撲の日本を代表する、大横綱、大砲後期を通してその時代背景を探る、高度経済成長とスポーツ1960年代後半から70年代前半、高度経済成長期と共に、テレビの普及が進み、テレビからスポーツのヒーローが数多く生み出された、カメラがスターを追いかけた駆史剣洋行や山下康弘。 カール・ルイスら、テレビを通して、数多くのアスリートがスターへとのし上がった。そのスーパースターたちの美義を見つめる、受け継がれる伝説時代は昭和から平成へ。スポーツの世界においても、高野花、野茂秀夫といった新しいスターが誕生した、女性アスリートに勇気をもらった、なでしこジャパンや樋口久子、伊藤緑ら、世界に挑戦した、日本人女性選手の活躍ナレーター。 カシマアヤの2013年2月1日の NHK テレビ開局記念日に NHKBS1 で特集テレビが映したスポーツ60年と題して3部構成でドキュメントとスタジオトークを交えた形式での特番が行われた。お茶の間にスポーツがやってきた野球。野球。野球。舞台は世界へ。ありがとうございます。